おはようございます。2日目でございます。おはようございます。9時です。朝一、4時45分発で出てきて、雨の中、俺傘さしてここで寝転んどったよ。こうやってもうダメだって言って。久しぶりに野村くんとロケしたらこれや、もう。まあまあ、ピーサムービー、スタートからしばらくずっと君やったからな。相変わらず気変わってんな。今日朝、もう4時起きやから、外に食べに行くのやめようと。部屋で食べることにしたんですよ。コンビニで買ってきて、いや、じゃあ、シャワー浴びたら俺の部屋来いやと。で、彼が来たわけですよ。コンコンと。おー、入れ入れと。スリッパでこう着とるから。実は、なんや、どらしたいって。ホテルのあの、部屋のドアがあるでしょ？あれこう開けたら壁に当たらんようにこう、ストッパーが ついてるじゃないですか。ついてないとこもあるけど、昨日のホテルね、床からこう、ポコッとこう、床からこう、生えてるようにこう、できとったんですよ。そこに頭がコンと当たっても壁に当たらんように。そこを足で思いっきり蹴飛ばしたらしくて、左足の薬指が死んだ色になっても、絶対それ折れとるやろ、みたいな。パキって言うたやろ。パキって言うたやろ。でもね、おかしいですよ。作り上。どう考えても。だってドアのとこにあるんやから、ここに。入ってくる、出入りするときぐらいしか通らないんですよ。どうやったらそこを左足で蹴飛ばすのか、相当問い詰めたんやけど、謎なんですよね。追わせる謎にするな。お前の謎や。なんで追わせる謎や。どういうことやよ。ほんま変なやつやな。痛いやろ、だからちょっと今。移動したらズキズキするやろ。もう悪いことしたら踏んでやろう、もう。例えば、新幹線来る前に、本屋で。おーおー、これを見つけたんですけど。偉いな、お前。買ったん、買ってくれたん。あざす、あざす。バーサス、魚人さん。が書いてある、ここに。フィラワー、ピース、タクヤ、バーサス、魚人さん。バトルしてるんですよ。もう、知ってる人はね、いると思いますけど。いやー、僕ら、世代から上の人らは特にそうやろうけど、やっぱり、鶴木三平はね、多大なる影響を受けた漫画なんで、それの、スピンオフというか、その魚神さん、現代の魚神さんにガチバトルするって。いやー、釣りしてきてよかったなと思うな。ぜひ、呼んでみてください。頑張りましょう。足蹴飛ばさないようにしましょう。やるぜー。お願いします。不思議やな、わーっと餌取りおらんな、今んとこ。水温めっちゃ高いはずやな。おい、いてらっしゃい。昨日はこう結構沖にある寺島っていうところ行ったんですけど、今日はだいぶこう内側というか、それもだいぶ手前の、サバル島ってとこですね。かなり離れてるんで、全然状況が違うかもです。今日はサワー 1.2
1.2 の 5.3。 道のビヨンド2号ハリスパワーカーボンマックス2号からスタートです。浮きはフィズマスターエント M0、 とりあえず重りなしのスタヒロ半ぐらい差を1本弱でねからスタートです。引き止めあり絞り玉もありパワーロットサルカン M で連結。おかからんやん、なんか触ったよ。遠投の M0から感度の B の重りの力借ります。ちょっと魚はこう箱の具とかは見えるんですけどね、上下にしかいないんじゃないかなと。もうちょっと深い棚を狙いやすくするために感度 B に変えて、で B の重り1個で G6 の重りを1個で、誘導幅を一広と、ヒット。B でヒット。うわー、グレア。マジか。感度 B。グレアおった。今浮き下がね、竿一本ちょっと、竿一本より深いか。一本ちょっと。まあ、一広ぐらい深くしたんですけど、いきなり浮きがシュッと入って。サンキュー、口太。釣り座移動です。あまりにも厳しくて、釣り座移動。沖向きやね。沖向きの足場いいとこで。そう。なんだ。え。イサキか。あら。かわいいけど、めっちゃかわいいイサキ。やったー。へえ。仕掛けは感度 B のままです。これもイサキなのか。そうや、ウリボが湧いてるんや。イサキや。これはこれでも手ごわになってくるか。おい、これいっぱい釣れ出したらイサキしか釣れんだろうんじゃん。ヒット。これもイサキか。にしてはちょっと引くぞ。違う。北枕だ。久しぶりに撮ったな、俺、北枕。ちょっといくら食べれんとはいえ、お前ひどい名前つけられたな。北枕。まあまあやろ。とりあえずずっと苦戦しとったからな。ちょっとマシよ。うわ、あ、やば。これ昨日味わった。これやつやろ、やつやったやろこれ。もらほら、間違いない。だって同じ感じなんや。もううわ、ジャンプだっちゃん、だっちゃん。あれ、これなんや。大きくはないぞ。
茶色いぞ。あ、やったんちゃう、これカワハギじゃないの。そうでしょう、やったー、カワハギだ。結構嬉しい魚これな。ピースマスター円筒 M の1号、さっきまでこう感度の B で竿1本から1本半ぐらいの間を攻めてて、魚はちょっとこっち来てから連れてくれたけど、あとやってないとしたらそれよりも深いところなんで、1号の重りの力を借りて、今度は竿1本半から2本もしくは2本以上の深いところ順番にやっていった感じになるね。あと1時間なんで、1時間深釣りをして引きの強いやつ探してみよう。お、いきなりよ、1投目、何？あれ、あんま引かへん。次は誰だ？どすんで、1投目。何やん？おう！え？わぁ、お長や。どすんお長や。かわいいけど。おぉ！お長グレア。グレアはもう厳しいと思ってたのに。深いところにおるんか。クッション進化、1号。活躍するわ。こう軽いね、仕掛けをメインで使う人からしたら、1号とかもうありえんぐらい重たいようなね、イメージがあるでしょうけど。ほら元気な魚関係ないからね。持っていくから。おお、また来たぞ。これは何や、なんか面白い引きしとるぞ。お、おや、おお、アイゴ、アイゴやんな、アイゴや、アイゴや。次々魚が釣れ上げました。ドスンです。よいしょ、危ないよ危ないよ。ごめんごめん、昨日も釣ったな俺。うわ、怖。やったことない人はぜひドスンお試しください。今潮はゆっくり左やね、左へ。ヒットやな、これ。浮きなくなっとったよな。魚釣れるやん。どうすんやん。これ、グレちゃん。かわいいけど、お腹。やっぱちょっと深いところにおるんやな、これ。そう、これ、釣れんかったのに、これ、2匹目やから。あ。かわいいぞ。グレやろ、これ。おい、おなら、あい。小さいけど、いい形してるわ。太鼓ある。はいはい。よしよし。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様。雨です。久しぶりに俺磯であんなに待ったわ。どころかだって動けんのやもん、あんまりにもすごくて。体がこうガチガチになったんで固まったやろ。もうだって周囲からの羽もすごいぐらいやと。すっごい雨、さすがおわせ。まあ、釣り自体は、本当はというかまあ、メインは夏の終わってのお長が釣れ狙えるんですよ、真夏にね。
もう顔に何度か釣ったことあるし、そんなに消化出てなかったけど、まあ、ポロポロたまに当たるみたいな感じだったから、それちょっと目指してる。だからそのテーマちょっと残念かな。お腹の塩っぽくなかった、まあ雨の影響もあるのかもしれないけど、ええ時にええ時間帯で死ぬみたいなあそこ普通お腹やろみたいな、当たってくるわ。まあそこだけはちょっと心残りかな。でもあとは釣りは楽しかったし、いろんな種類釣れたし、そうそうそう、夏の遊びとしては、うん、そう、2日目は特にきつかったな、がっつりイワシが滑るみたいな、うん、まあそうやってまあ季節が進んでいくから楽しませていただきました。ちょ、今度はもし来たら河口のチヌも来て泊まってるホテルの前に川が流れてますよ。川やな。そのまっさいんですけど、チヌがこう、飯行くときにな、歩いて、チヌ、チヌ、めっちゃおる、めっちゃおるみたいな。ちょっと釣りたいな。ちょっとしばらく高水温もするからしんどいけどな、釣りは。まあ、どっかで、釣りをしてまたお届けしたいと思います。君を駅に送らないといけないんで帰りましょうお疲れ様。強いんやって、君さんは試合してるんですけど強いんや。そう、しかもヘリとか飛ばしようからなずっこいね、ちょっと